さあそろそろ地の選手にも去年無双だった頃のですね、ダーツを見せてほしいですね。本当に人気だ、マジで人気。どのようなパーフェクト放送が起こられるのか楽しみですね。あーっとアンラッキーですね。ダーツ弾かれて下に弾き飛ばされてしまいましたね。でもそういう面ではやはりコークは先行が有利ですね。コークは先行が有利、先投げの方がいいと思いますね。さあ、坂田選手先行のフォーマルチスタート。人のダーツを弾き飛ばす坂田のダーツですけど、自分のダーツも弾き飛ばされました。何が違うんですか。ちょっと横ぶれしますね。60は絡むけど5に横ぶれしますね。さあナイスオンですね。さあ知能選手の復活、待たれる復活ですね。知能キュンのフォーム変わってる。でもストロークは変わってないですよ。あまり変わってないですよ。シュート投法ですよね。立ち方はちょっと変わった感じがしますけど。ナイス。立ち方は変わった感じしますけど、知能選手のやっぱシュート投法は変わってないですね。腕を外側にこうひねり出してフォローするんですね。ただやっぱりみんなフォローが綺麗ですね、相良選手にしてもすごいフォロー一定ですし、ナイスワンフォロー。で知能選手も綺麗ですよね。シュートですね。同じようにシュートさせてますね。なんでシュートがいいのかちょっとわからないですけど、ナイスワンフォロー。さあ坂田選手ここをアウトしないといけないですね。さあそして5-7決まった。そしてゴーン、ナイスナイスハイオフ。ナイスメタボな。60からの
昆布ですね。腹が減る。さあ、ナイスですね。ナイス。ビッ。しながらもずれてますね、下に。サバラ選手はその焼肉とか行っても生肉を生で焼かないで食べるので、なんかお腹にちょっとなんか変なものが溜まってるかもしれませんね。肉焼肉焼かないですもんね。だから焼肉じゃねえだろうって話なんですけどね、サバラ選手。まあ、うちうちネタですけどね、焼かないんでね、焼いて食べないんで。なんかお腹にちょっと、なんかすごいものが溜まってるかもしれないですね。牛は焼かないで食べるらしいですもんね。豚はやっぱさすがに怖いって言ってましたね。食べても大丈夫なんじゃないかなと思うんですよ。いや、そうじゃない、いや大丈夫じゃないし。さあ、そして内野選手、さあ、そろそろ内野選手のね、復活を期待したいと思うんですけどね。ここでインナー2本持ってきましたけど、足らずですね。あっと、こういうところが珍しいですね。あ、珍しいけどきっちりとインナーで、篠野選手先行のクリケットをキープですね。さあ、そして相良選手先行のクリケット。したいところ。さあ、ナインにはセブンで対応。やめてくださいよ。皆さんをハラ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 言うから、本当僕も腹にしか目がいかなくなってきてますね。ダーツいいダーツしますよ、サガ選手。ビッ。
逆転できずですね。さあ佐賀選手ここチャンスですね。カットからの18オープンからのビッグラン、ビッグラン、さあ相良選手がビッグランドを決めました。このレッグを取れば王手ですね。さあいいですね、相良選手切れてますね。おーっとすごいぞ、このラウンドの20から15からのインナーですね。さあ選手いいですね、7点です、7点すごいですね、6点になりました、6点、7 30オーバーですね。さあ30と30ですね、すごいですね。さあそして知能選手先行の01ですね。大事な先行の01のゲームですね。さあナイストンですね。これ横ブレだ。相良選手はでも昔痩せてたんですけどね、知能君よりちょっと大きいぐらいだったんですけどね、結構イケメンだったんですけどね。さあ柔らかくですね、なんで腹を突き出してるんじゃなくて、腹が出てるから突き出てるんです。さあ、知能選手。さあ、ナイスワンホーティー。さあ、ここは相良選手、大きく削りたいところですね。アレンジからの、あーっと山田選手が敗退。山田選手誰に負けたんですか。で言ってますね、誰に負けたか。菅原選手、
さあそして決まった菅原文太選手に入す。痩せてる頃のさ、痩せてた、そんなに痩せてた、痩せてたよ。見れないよ。これで浅田選手、本当独走態勢ですね。さあ運命のフォークですね、大事なフォークです。そんな顔張ってない。さあ、知野選手先行のクリケットですね。さあ、セブンマークですね、ナイス。さあカットですね、ナイスカット。3本使ったのはちょっと知野選手厳しい状況にならなければいけないですよね。さあそしてどうするのか、カットか加点か。ここは知野選手逆にチャンスになりますからね。ピッ。さあ B ですね、 B。ここでベッドで相良選手もいい出してますね。60からもう一回来た、強い。 B クラン強いですね。さあこの試合もですね、見応えのある試合ですね。ナイスゲームです。ここで切れたのか、切れてしまったのか、相良俊介。さあ今日は徐々に、昨年の好調時のダービーに近づいた気がする篠松美。
さあ茅野選手、これでほぼ決まったでしょう。相良知野真澄対決、5レーク目に知野選手が相良選手を突き放して3回戦進出ですね。3回戦進出です。